よ。今日はですね、鶏もも肉を使っためちゃくちゃご飯のおかずに合う、それとあとは弁当、お弁当とかのおかずにも合うですね、冷めても美味しい鶏の照り焼き、照り焼きチキンですね。こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。本当に誰でも簡単にあっという間にできますので、黄金の合わせ調味料ですね、これだけ覚えていただいて、あとはちょっと焼き加減、今日は鶏もも肉を使って作りますので、鶏胸肉よりは火加減の方もそんなに意識することなく作れますので、ぜひ、作ってみていただきたいなと思います。それでは早速なんですが、今日鶏もも肉1枚使っていきますが、この鶏もも肉、今日はですね、余分な皮とか油、通常僕は取ることをお勧めしてますが、今日はね、忙しい主婦の方とかもいますので、包丁、まな板を一切汚したくないので、もう皮も筋も全部つけたまま、油もで、気になる方はそういうものを取って調理してください。下味の、塩、胡椒を振りかけていきます。塩、胡椒ですね、軽く。鶏もも肉1枚、で、合わせ調味料です。酒30、はい、それでは早速焼いていきたいと思います。油引きます。大さじ約1ですね。で、中火で熱します。はい、温まってきましたら鶏もも肉ですね、これを皮目から焼いていきます。で、中火で、で、蓋をして焼いていきます。はい、で、時間にしてるのは3分ぐらい、2、3分経ったところで泡がね、いい感じで焼けてるんで、こういうヘラみたいなので少しちょっと打ち合わせて、で、今日ね、皮目をパリッと焼くっていうよりはどっちかというとしっとり照り焼きチキンなんで、しっとりさせていくと、で、味を含ませていくと。3分ぐらい焼きましたので、これをひっくり返したいと思います。あー、いい色。下面少し焼けたら、もうここでですね、合わせ調味料を入れていきたいと思います。調味料入れます。で、ここで再度蓋をしていきます。で、これで、およそ4分ぐらい煮込んでいきます。これで強火で約4分ぐらいですね、待ちたいと思います。で、1分ぐらいなんで経ったところで蓋を開けて、あとは強火でこれを煮詰めていくわけなんですよ。その時に少しこうやってかけていってあげてください、上から。で、途中まあ返しながらですね、皮目ももう一度返しながらよく味を含ませていきます。ちょっとね、焦げつきそうになったら、煮詰まってきたらだんだんにちょっと火を落として調節しながらやってみてください。最後のポイントです。ここに蜂蜜をね、小さじ1ぐらいでちょっと照りを出していきます。入れて、あっという間、簡単。これで完成です。盛り付けしたいと思います。はい、あっという間です。盛り付けしたいと思います。今日は包丁を使わずに、ナイフで
食べていきたいと思います。なぜかというと、せっかく包丁を使わなかったので、まあ、最後は汚したくないということですね。もちろん切ってもらっても構いません。で、仕上げに少しネギなど。これで完成です。照り焼きチキンの完成、実食したいと思います。照り焼きチキン、早速切っていきたいと思います。美味しそうです。ご飯はほかほか白飯合いますよね、絶対これね。いきます。フォークで切りましたけど、箸でいただきます。すごいです。いい感じの火の通り方。タレにたっぷり浸していただきます。バウンドちょん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 、うまっ、うん、最高で、今日はねこの前作ったみょうがのねお漬物、これも甘酢漬けなんですけど、レシピね他の動画で紹介してますので、興味ある方は見てみてください。うん、うん、濃厚だれにこのみょうがのさっぱり甘酢が超合う。これはもういつも言うけど、本当に男子子供の大好きな味。まあ男子子供に限らず女の人でも大好きかな。これは美味しい。いただきます。柔らかプルプルですね、皮が。で、火の通りもねこれバッチリですね。全く一切パサつかず、かといって火もしっかり通ってる。皮がパリパリのねチキンっていうのももちろん美味しいですけど、この照り焼きの時はね好みかもしれないですけど、僕はでもこのムチムチが大好きなんで、あえて蓋したりとかしてタレをかけたりとかしてパリパリに仕上げない。あんまりないですよね、パリパリの照り焼きチキンっていうの。美味しいです。これ今日ご飯で食べてますけど、もちろんねあのサンドイッチとかねバンズとかに挟んでレタスとか合わせてもらって、マヨを垂らすと本当に照り焼きチキンバーガーとかもできますから、本当に。いただきます。もうこれ頬張っちゃいます。バウンド、すごいですね。これは焼き鳥とかねうなぎのタレのそんぐらいの濃厚さ、うまみがあって本当に美味しいです。先ちょっとタレご飯ですね、うなぎのタレ。そんななんかジャンクーなこと。美味しいか卵。そうだな、卵の俺黄身だけが好きなんだよ、うん、ちょっと卵の黄身持ってきてくんない。卵の黄身を持ってきて、うん、うまっ。いただきます。おいしい。いっちゃえ。うまっ。これは最強卵かけご飯になる。はい、ごちそうさまです。ちょっとお肉足りませんが、今日のご飯はこんなもんで我慢します。はい、それでは今日はですね超最強照り焼きチキン、誰でも簡単に作れる照り焼きチキンですね、こちらの方ご紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございます。参考になった方いましたらいいねボタン、チャンネル登録でよろしくお願いします。応援の方よろしくお願いします。